外はなんか変な丸っこい宇宙ステーションの中でいろいろアンロックしたのかな、アンロックしたんだが、肝心のストーリーを進めるためのアンロックをするときにナノマシンが足りなかったっていう状況になって、今傭兵でナノマシン稼ぎに来てます。でこの辺サブミッション系が傭兵として多分やることなんだろうけど、何するかな。まあ当面の目標は何だっけな、分析レンズ拡張、なんか資源とかを見つけやすくするレンズを作りたいっていうのが第一目標。あとは埋没したなんとかっていう埋没系のやつをいっぱい集めてきたい。技術をいっぱいアンロックしたいから、その2つを目指してちょっと頑張っていこうかなと思います。まずはもうサブ、メインをちょっと忘れてサブをいろいろやっていこうかなと。じゃあこれかな、調査ガイドからいくか。デフルカンを探索する惑星、氷に閉ざされ、デフルカンって今いるとこかな。発見した生物、確認した植物、分析した鉱物。とりあえずいっぱい調べろと。いっぱい調べたらこれが、はいはいはい。じゃあ調べるわ。この辺適当に調べたらいいんだろ。なんかないかな、この辺は。ダメ。あ、これ前回な、お友達になったやつな、こいつら。お、待てよ、埋没があるじゃねえか。ちょ、埋没を目指しながらいろいろと。でもさ、こいつら以外に生物あんま見てねえんだな。壊れたデバイスある。あれどこ行った、見失ったか。あったあったあった、これな。ほい、回収データ1 2 2 1回で2個もらえるのかな。壊れたデバイス、これはもらっといて。あの宇宙船のさ、なんかどっからでも荷物、あ、ナノマシン受領です。400ぐらいだな、300、400ぐらいになったらちょっともう一回あの丸いとこ行って分析レンズをもらいに行きます。これ未確認だった、これな。とりあえずいっぱい未確認なものを分析していけば、遠いな、26個って。これな、こういう。はい、鉱物。なんか集めてくか。これは？埋没。こっちに埋没ないかな。ない。埋没ない。あった、よし、ここ目指してな。目指しつつ解析しつつ、おお、ダメ。新しいのなんてそうそうないのねえのかな。なんかこれは有害植物。動物系はもうこの辺にはもういないんじゃないかな、まだ未発見のやつって。この
に調べていかないとな。おいおい、調べ放題やんけ。ちょっと削っていくかな。これは調べたことある。多分フェライト人なんか何番あってもええからねっていう感じだろ。これ何？違うと奥のやつが出てきたのか。おっとっと？大丈夫に見えねえんだよな。あの早いしな、あいつ。おや、なんか早いのが。上か。怖いんだよこいつ。餌あげれば優しくなれるの。ほい、埋没データ回収データ2。よし、どんどん。知ってるやつばっかり。こいつは知らない。知ってるやつ。埋没なんかある。これ何、これ装甲2枚貝あった。300巻。甘いね。近いとこにない？近いとこにいないかな。埋没モジュールは。ないか。ちょっと甘い。おっと、なに？あ、自分で掘った穴に、まあ、はまったわ。これは？ぽよん。甘いね。おっ！知ってる。埋没を取りに。お、スキャンしな。新しいの見つけたわ。いいわ。すごい。すごい。この辺の草もな。あと何個やねんってくらい。まだまだか。はいはい。ちょっと待てよ。お前らは知り合いか。ほい。無水槽。待て、なんか、やばい。危険物防御が。おい。なんか声がする。知り合いですか？ねえ、はもう調べ尽くしたか。何？透過ポットがあるよ。待て。透過ポットってあれだろ？あれだよな。透過ポットってあの、枠増やしてくれるやつだよな、きっと。ちょっとちっちゃいです。お前よ。知り合い？なんかある。おい。まず埋没取ったら、透過ポットどこにある？これな？透過ポット。透過ポットを取りに行って、うわぁ！現れたと今。あ、これ何？ちくしょう。380。こっちですね。あ、ちょっと、嵐くんじゃないこれ。嵐くんのこれ。やめてよ、嵐くんのだけは。この辺
埋没、ほいほいほい、到達、あった、でんでんで、違う、投下ポットってあったろ、違う違う、投下ポット、え、見失った、もしかしてこれか、あったあったあった、これだ、どんぐらいどんぐらい、93ユーロあったぜ、あ違うわ、あれを前回あれを目指してここに降り立ったから、あるのは当然だったわ、ごめんよ、ちくしょう、ぬか喜びしちゃったぜ、埋没を集めつつな、ろ調べてある埋蔵品、あれなんだ、ソジウム系か、埋蔵品気になるから見に行くか、もうほとんど調べ尽くし、ちょっと場所変えないといけないのかな、な、経度緯度的な生態系変わるからな、多分、あったあったあった、おっとっとっと、知ってるやつ、あ、ちょっと待って、ここに378、でも知ってる知ってる知ってる、埋蔵品向こう側か、ちょっと待って、この辺は知ってる、これ何なんだろうね、あ違う、間違ったわ、これピュアフェライト取れる、これキャラすごいすごい、フェライト人じゃないんだ、ピュアフェライト取れんだ、あれ、そしたらこれさ全部いただきじゃない？でっかいな、でっかいのは全部、やばいやばいやばい、オーバーヒート、オーバーヒートする、え？いや、その前にあれか、あれつけるか、なんか買ったよね、買ったっていうかアンロックしたよね、あのいくら離れても自分の宇宙船に詰めるやつ、詰めるやつをつけよう、効率よくしていかないとな、これな、これ前回取ったから、一回入ろう中には、で宇宙船にこれ、半物質だと、半物質だと、半物質って作れるんだっけ、あ作れるわ、え、あ作れるわ、これ一個作るじゃん、まあ、テクノロジー一回ここに作るか、これな、で半物質いける、これだ問題は、配線は買わないと作れないんだよな、確か配線ってな、まだ作ったことないのか、それとも作れないのか、買ってくるか、配線お金持ってんのかな、俺178,000円、1個いくらだっけな、7万ぐらいしたよな多分、どうしよう、満杯だからな、とりあえず、とりあえず、あ飛べなかった、飛べなかったわー。
いろいろ足りなくなってきてんな。これで売りに行こう。売り買いに行こう。宇宙に出なきゃいけないか。どこだ宇宙ステーションは。これか。これ今言ってた惑星ちゃんと覚えてるかな。なんつったっけ。ちょっと勝手に変わっているんだな。これだ。あれ変わってるんだけど。いいか。あそこに戻ればまた着くだろう。でもなんかその所持品で交易ができるアイテムがあった気がするんだよな。あれを作ればいちいちこういうとこに来なくても交易ができるはずなんだ。はいはい、ちょっとね失礼しますよ。アイテムを整理して配線を3つ買います。そうするとテレポートモジュールが作れる。これこっちに来ないといけない。飛んで入れる。そもそもこっちだっけ。交易できるのか。いや待てよ、こっちにこう入ってくる人から買った方が良かったんだっけか。ちょっと失礼しますね、ここでね。はい、配線いくらです。配線が欲しいんですよ。これだ。77,000円か。ちょい足りないんですけど、売却するかなんかをな。量子コンピューターなんかに使うから買ったんだろうきっと。これな、これ餌の元になるからちょっと持っときたいんだ。これは高いけど、これはでもダメ、使いたい。ナビゲーションデータ、回収データはダメ。甘いね、売るか。甘いね。5000円か。5000円か。なんか高えのね。高え。フェライト人。これは金を稼がないとダメだな。ちょっと待って、パラピンコンバージョンキューブ売っちゃうか。これな、25,000円。トレードが可能。なんかこれもめっちゃ高く買ってくれる種族がいるんだろうきっと。プラチナ安い。金もそんな52個で16,000円。金銀は売っちゃうか。これな、ポイント銀も売っちゃう。で上のゲックの、ここゲックの星じゃねえからゲックの遺物売っちゃうか。はい、バイバイ。これで、これで目標額達してるか。一応プラチナ持っとくかな。オッケーオッケー。これで、配線3つ買おう。高えな。高えがしょうがねえ。買った。オッケー。これで、飛行船から離れても荷物の出し入れができるはず。できなかったらもうぶっ飛ばすからな、この機体をぶっ飛ばす。はい、宇宙船これな。
はい、よいしょ。はい、これ。いったろ。くどっけーな。よし。行こう。戻ろう。あの冷たい惑星に戻ろうぜ。ちょっと金確認してからな。いっぱい散らばっていくから、これ。これなんだろうね。ドーン。あ、銀、銀。銀いっぱい。お、銀、銀がいっぱいだね。オーバーヒートした。手に入ってねえな。危ない危ない危ない。ハイパークラッチだ。っていうかどっから来たっけ。あ、アノマリーがそこにあるから、ここだっけ、この星に行ってたのっけ。あ、デフルカこれだね。戻ろう、デフルカに。ちょっと待って、スペースアノマリーじゃねえ、デフルカに行きたい。フルカにいたんだよ、さっきな。ただスペースアノマリーに向かってる気がする。これ本格的に金策考えないとな。やっぱり自分でちまちま集めてるっていうのは多分違うんだと思う。自動掘削装置みたいなのあったから。はいはい、こっちな。どこにいたっけ。さっきとは違うところに落ちてきたな。でも生物が見たことある。生物が、あ、ちょっと待って、埋没、近くに埋没の他にないか。これは300、ここ近いかな。300、こっちは200。ピアフェライトいっぱい集めとくか。おや、あの赤いのが、赤いの欲しい。炭素だろう、あれ。ちょっと ごめんよ、ごめんよ。ちょっと、失礼失礼。オッケー、炭素の結晶。なんかこれ何、星、え、ちょっと待って、なんか大事そうな、大事そうな、大事そうなのがあるよ。なんぞこれ。アーティファクトあるけど、ナビゲーション出たな。
ウェイウェイ、何めっちゃ走ってる、すげえ。ナビゲーションデータいっぱいもらえるじゃん。うい、全部回収全部回収。これ全部か、他にねえか、これだけか。でかいな。300、やべ、見失っちゃった。どこ目指してたっけ、こっち。これな、言語理解も、あ、ちょっと待ってね。やべ、違う。銀、言語理解もある。こいつは、こいつは初めてじゃない？違うか、違うか。こいつは？こいつも知ってるやつ。おい。言語教えてください。バイキン語で、その？という単語。ゲット。アイマイルソン達成。帰国子女になったわ。ちょっと、あ、なんかあれも調べてなかったみたいな。あ、調べてない、鳥がいる。ちょ調べんない、調べんない。あ、こっちか、こっちか。オッケー。すげえ、こっちに埋没いっぱいあるな。いやいやいや、こっちから、こっちのやつかな。これ何これ。いや、いろいろ大変だわ。調べなきゃいけないし、埋没探さなきゃいけないし、知ってるものばっかりか。お、ちょっとこれ知らない、知らないやつ。よし、行こう行こう。近いぞ、埋没は。銀が、埋没をいっぱい集めて、あの掘削装置みたいなものを取得して、あの月に行こう。金を掘りにな。あ、ちょっと何何これ。 OK、 よしよしよし。こっちにいっぱいあったろ、埋没。ほら、いっぱいあるわ。3つ並んでんじゃないか。何これ、地下の異物。何なんだろうね、地下の異物。よいしょ。ふわっていきなり現れたな、今。よっしゃ、埋没いっぱい取ってくぜ。このフィアフェライト取りつつな。おとと、通り過ぎながら、通り過ぎながら、長い、長い長いです、長いです。お、お前は？あー、知ってる子、知ってる子だって。お前は？お前も知ってる子か。はいはい、ごめんよ。知らないものないかな。もう、博士ぐらい知ってんな、全部。デフルカン博士だな、今。これ到着？どこどこどこ、ここか。あったーん。はい。わ、めっちゃ凍りそう、凍りそう。過酷だわー、この星。何これ、やべ、なんか変なの、変なのしちゃった。ちょっと、なになに、あ、なんかあるじゃん。視界181281がめっちゃ、これが次の、その前に上になんかあるんだわ。一応な、炭素はいっぱい取ってたんだけどな。
ケー、これな。ナノマシンくれ、ナノマシンくれ。おい、ちょっと待ってよ、宇宙船ちょっと待ってよお前、宇宙船遠くからでも行けるって言ったじゃねえかよ。騙されたんか。捨てれるらしい。はい、ナノマシン受領。何？誰？ちょっと、どちら様ですか？どちら様です。これ何これ？え、乗組員の人はどこにおるの？パイロットを見つけてトレードしなさいって言われた。待って、その前にさ、俺何か忘れてるな。どこだっけな。ここだ。おい、ここだい。あ、飛んでっちゃった。あ、いなかったじゃん今誰も。はい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 、次次。ちょっとマジでさ、宇宙船詐欺だぜこれ。これ何？一般的な宇宙船通信変化させ、データや物質の転送可能性。このような装置が取り付けられた宇宙船の商品、使用者のエクソスーツに距離を問わずに送受信できるって書いてあるじゃんねえかよ、おい。おい。おい。どういうことこれは。嘘つかれてんの、なんか制約があんの、なんなん。これもしかしてこっちにもテレポート装置が必要みたいな話違うか。違うのか。どういうことなんだこれ。何だったのそしたら。一般的な宇宙船の、どういうことなんだろうな。まあ、いざとなったら宇宙船呼ぶか。呼べるもんな、確か。お、穴が。自分で掘った穴だった。またやっちゃったぜ。違う。もういい。もういい。自分で探すわ。170が一番近いか。こっちは300。よし、あそこか、あそこに行くか。ちょっと新しい子いないか。あ、ちょっと待って、こう160、これ拾ったら100。あれ銀じゃない？銀だろあれ。違うのか。銀だと思うんだがな。知らない植物を教えてください。埋没。ちょ、ま、これ結晶は取ってくから。はい、到着。OK。結構溜まってきたんじゃないか。たまに10個ぐらいくれないかな。こっちのに近いのがあったはず。これか？これだ。OK。あそこにあるの銀じゃなかったか。あの辺な、立方体のやつ出てこないかな。途中も取っとく、途中も取っとく。死んじゃうからな、途中もないと。
そう、お前絶対絶対痛いやつだろこれな。落とす。知ってるのばっかになってきたな。本当に？これはこれは知ってる？これなんだろうね。あ、これもピアフェライトくれるわ。はいどーん。この下のは？あー、新しいの。これは？これはフェライト陣。これは？この辺と適当に調べていくしかないか。よいしょよいしょ。はい、目的地到着。ほい。やべ、死んじゃう。テクノロジーをリチャージしました。よしよし。200、300、近いとこにないかな。なんかあれ、あそこなんだろうね。あ、なんか調べられた。あ、これ結構遠くでも調べられるから、こうやって、お、とないかな。知らないものないかな。ないな。これ通そうか。230。地下の異物ってなんだろうな。ちょっと気になるな。見に行くか。地下の異物な。掘ってくってことかな。おや？おや？どこだ？ここな？19。ここかも。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、危ねえ。あったか、あれか。ちょっと待って、落ちたら帰ってこれない。帰れるか。これ何ですか。でも新しいのいっぱいあるわ。調べる。と。はい。これ何？フルかい。こっから降りてきた。あー、地下施設ですね。地下空洞ですね。あ、おいおい、調べる。いっぱい調べろ。ないかな、他に。ダメ。おうおう、これも調べられる。どうしよう。なんだこの嘘つき飛行船目。まあ捨てるとしたらこれだろうな。相手も処分しよう。ちょっと待って。ボルテックスキューブ ×1。 これなんだろうね。コバルト。あ、コバルトってなんかで使うんだっけか。ここに宇宙船呼べるかな。地下だから無理かな。無理っぽいな。一
回上に出るか。どうだ？なんか赤いんですけど空が。おーおーおー。ここで宇宙船を呼ぼう。ちょっとこれな。はいはいはい。この嘘つき宇宙船め、全然転送してくれねえじゃねえか。20万も払ったんだぞお前。これ割っとこう。荷物になるからな。これも割っとこう。ボルテ、この辺はもう渡しちゃっていいだろう。宇宙船にな。これなんだっけ。ナビゲーションネットも渡しちゃおう。これも渡しちゃって、この辺な。この辺使うけど、使うときは取り出せばいいから。フェレト人、ジカフェライト。ジカフェライトもそうか。ピュアフェライトは取れるけど、ジカフェライトは作んないといけないから。は？あと渡せるのは？機密シールも渡しとこう。これは集めるから絶対このスタックはしなきゃいけない。鉄板も渡しとくか。あと渡せるのは発射弾も渡しとこう。ソジウム、濃縮炭素、この辺は拾っちゃうからな。シリケトパウダーも拾っちゃう。二水素ゼリー、これどうだろう。これも渡しとくか。これもな、イオン電池も渡して、ベライト陣も拾っちゃう、拾っちゃう、これも拾っちゃう。これ何これ。プラズマランチャー。これもいいか、渡しちゃおう。甘いねも。渡しちゃって、二水素は拾っちゃうでしょ？酸素も拾っちゃう。これが限界か？よし。もう一回、どこだっけ？これだっけ？これだっけか？あ、はいはい。はいはい、失礼しますよ。トン！オッケー。で、これが、コバルトくれる。初めてかな、コバルトって。コバルト、まあ珍しいからいっぱい取っとくか。マインビームは、マインビームはいかれそうです。この花は何、花は腐ってる花。マローバルブ、ごめんな。コバルトに水素。なに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 。毒が充満してますけど。毒。え？やべ、毒に満ちて、毒。見とく、これ何これ、ずっと毒出し続けてるのあれ。大丈夫かな、ここにいて。一応コバルトいっぱい取っとくか。コバルトがおっとっと、濃縮酸素の方使うか。毒。これ攻撃できんのかな。ダメか。
ソジュームくれるじゃん、ソジュームくれるじゃん。無限に出てくんのこれ、無限に出てくんの。あ、大丈夫、駆逐できそうだ。どうや、オッケー。これ何、ここあるとな、特に行き先があるわけではなくて、ここがたまたま開いたのか。おやおや、広い広い空間が広がっているが、あ、地下の遺物がいっぱいある。ただ地下の遺物が、おお、いっぱいあるじゃん。な、何これ、ボルテックスキューブ、おいっぱいある。え、なんだろうね、ボルテックスキューブとは。まだある、あっちにいっぱいある。違うな、地下の遺物、ようわからんがいっぱいあるからいっぱい拾っとこう。他には、あそこ、何、何音、これなんだろうね、光ってるのは全部調べたことあるか。何これ、埋もれた鉱物製とりあ、おお、またあるね、あれが。はいはいはい、お前を燃やし尽くしてやるぜ。ソジウムゲット、いっぱいあるな。ちょっと待って、地下の遺物、地下の遺物は全部回収していくか。これな、なんだろう、1個100万円ぐらいで売れないかな。荷物、あれ、地下の遺物はもうないか、どこ行ってくる、こっち、あれ、そっちには行けない。116、埋蔵品133、遠いな。これ近い、近い、106だから近くはないか。でも歩いていけそうなところか。あるある、あった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 、やばい。でもどっから来たか分かんなくなってるな、今。これ帰れるか、帰れるかな。はい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 、ほい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 、壊れたデバイス、甘いね。異物あった、調べ物は特にないな。コバルトを取りつつな。はい。あ、ちょっと、ほい、よいしょ。めっちゃ広いじゃん、ここ。あとは？倍数、甘いね。埋蔵品ないな。こっち側にはもうないのか。やべ、あれ、毒出すやつが。
あれどっから来たっけな。これは先制攻撃しとかないとな。シュン。いっぱい飛んでいる。これは違う。埋蔵品。これは？なんとか。あ、空が見える。こっから出ればいいのか。出れるか、これ。ほい！出れたわ。出れた、出れた。ただ？自分が掘った穴ではないので、でも宇宙船はそこにある。近かったのか。お前はよし、何かをチャージしなきゃいかん。これだな。よし、埋没に戻るか。埋没にな。壊れたデバイス262。壊れたデバイスナノマシンくれるからな。ただモジュールがあったので、モジュールを。生物が見つけづらいな。生物がもうほとんど生物見ちゃってんじゃないか。めちゃめちゃなんか羽ばたい、な、何これ、でかすぎないこれ。つっかえてんの、何なんだ。おいおい、何なんです？餌くれっつってんの？餌くれっつってんの？ちょっと待ってな。もうそれどころじゃねえんだわ。はい、ここら辺かな。はい、到着到着。はいはい、取ったぜ。なんかハイカーも取ったぜ。回収データ。あ、三つくれたわ、回収データ。深いからか？あ、ちょっと。あ、これ、回収しつつ。ナノマシンください。ナノマシンください。はい、いただきます、いただきます。はい、ナノマシンゲット。透過ポット、これは、え、これはまた自分の自分の来たとこかな。騙されてるか。あ、透過ポットって違うか。普通のお宝箱のことか。はいはい、スーツに入れてきます、入れてきます。マイクロプロセッサー、おい、何もない。ほらほら、もうお前を壊せるんだぜ。よし、いいな。ちっちゃいのか、ちっちゃいのもいただいていくか。
生物あと 3つでしょ、植物もう植物と鉱物がすげえ見つけなきゃ。おーっと二枚貝って何なんだろうね。見に行くか、二枚貝。投稿二枚貝。あと調べられるのは調べよう。あとタグどこだ、タグじゃなくて、埋没は。埋没は。どこやね。なんかいた。違うかな。あれもうないな、埋没が。埋没が俺の目に入ってこない。あった。ちょっと埋没の前に2枚以外見てくるか。なんか黄色いのはお宝な雰囲気だよね。お宝、お宝。ちょっと失礼しますよ、失礼しますよ。現地の皆さん、あれ？これは？これは？下ってこと？水じゃん。水入っていいんだっけ？え？何これ？どうなって？なんか銃で壊すのかな。いて、何何今めっちゃ、え、すげえダメージが入んね、ダメージが入んね。ダメージが全然ダメージが全然入らんのだけど、ほら12222212222233 あーほら、あのミリゲージしかこれまだダメってことか。お前の攻撃力ではまだまだわしは取れんよっていうことかな。本当の貝だな、見た感じパカパカしてるもんな。パカッで、あの閉じるときに近くにいると吹っ飛ばされるんだ、ポンって。あ、諦めるわ、諦める。あそこにもあるじゃん、珍しいものではないのか。あとタグが 291A、 こっちは120。220が近いから220を取りに行く。結構な、埋もれた植物とかはなんか役に立つのかな。これいろんなことやり始めると時間が全然足りなくなっちゃうから、もうマジで埋もれた、埋没したモジュールだけを目指していこう。あとナノマシンな。通りすがりはよしとして、よしとしてな。はいはい。遠いなっていうか、すごい斜面です。すごい斜面ですよ。ほぼ垂直です。あたたたた、ちょ。んわあ、びっくりした。なんだ、おい。なんです？なんか地下有機鉱、なんか植物がいるよねこれね。
ちょっと離れて、離れて、離れて。あ、故障？なになになに？まあ、取れたからいいけど、なんかくっついてたわ。怖っ。あ、この辺岩がいっぱいあるから。あ、調べ放題や。調べ放題じゃないこれ。同じのか。違うのあれ。あ、これか。しゃしゃ。もっと違うのあれ。どんどん違うの見つけていくわ。全部同じ。新しいのないか？ふんふんはんふんふんっていう感じ。ふんあないか、もうないか。新しいの、ないな。なんか変な雲、変な雲が。銀。埋没、埋没。2枚以外は歯が立たん。お、あった。2つ並んでんな。こっちの方にはないか？大丈夫か？埋蔵品。埋蔵品外れだったかもな。遠いか遠いか。これはおっ、なんか有毒ガスが、有毒ガスが。走るか、知ってる子。未確認ないかな。こんだけ岩があるのに未確認なのがない。あと10個も見つけなきゃいけないんだぞ。敵、敵。あ、違う違う。これは違う。なんかある。ソジウムのやつも星によって違うのか、名前が。目的地到着。これな。今度は変な植物ついてなかった。大丈夫だったわ。はい、次これ。ほい。ないかな、ないかな。待てよ。そこに海あんじゃん、海。海の中に必然的に何かいるだろう。違うものが。三つぐらいはいるんじゃないかな。いや、ちょっと待って。また、脱線しそうになってしまったわ。知らない、知らない、知らない。どこかな？この辺かな？ちょっと待って。はい。あった。OK。なんかあるな、またあれ。あ、あれか。水面近くに行ってみる。おーおーおお、水面近くに行ってみるか。魚がいたら多分新種だ。お、ちょっと待って、死んでしまう、死んでしまいます。なんかいるかな、いるかな、見えないな。水の中怖くて入りたくないしな。
なんかいない？生き物。いないか？何それ。二枚貝。なんか危険そうだな。生き物いねえな。さては。生物の母じゃねえのかよ海。いないなあ。あちょっと何？ダメか。いい、見つける。埋没を見つける。埋没。二枚貝。あ、もうないか？30個？あ、じゃあ38個か。2スタック目に入ってた。あとこれ、あ、5万8000ユニットで売れる。すげえ。10個で10個で5万8000か。ちょっとした小遣いだな。これ割っとくか。パキッとな。これ宇宙船に送れないってどういうことなんだよ、まったく。詐欺だぜ、詐欺。これだよな。ナノマシンってどうやったら。これでなんかアノマリーにいる人にこれ渡したらあのマシンくれるかな。だってなんか生態系がもう分かりった生態系になってしまう。ああ、ちょっとそこの、あそこのも取ってくるか。これな。一回あの周り行くか。一段落したしな。呼ぶか、宇宙船をな。宇宙船を呼んであの周りに行こう。はい、ここ。はい、ポーン。発射エンジン 0% になりましたけど。で、アノマリーが、あったあったあった。失礼しますよ。はい、入れて。ナノマシンを400近くまでしたい。あと200ぐらいか。誰だっけな。結構なんかいろいろ調べてきたから、鉱物の情報をよこせっていう人に。この人だっけ。
ボールは喋ってくんないんだよな。ヘロー。あ、違う、この人違う、睡眠屋さんだったわ。こっちは、こっちは何屋さんです？ちょっと調べて。デートをあげる植物。はい、いくら？あ、150くれたわ。350借りるかな、借りるかな。はい、こちら。金塊持ってなかったわ。お、来た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 。おお、230、250。これでレンズ買えるだろう。甘いね、取ってきたから送るよ。ダメ？ダメ。ちょっとだけもらったか。クリーチャーはダメだった。これは？あ、ダメ。これ開けたい、これ開けたい。きっといいもん入ってんだ。お、なんだ？何です？卵シーケンサー。生育可能な卵と触媒になる物質を入れる。これ何？なんか生き物作れんの？生き物作んのか。いろ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 あるな、このゲーム。よし、まずはレンズな。レンズが、ちょっと待って、これだったかな。違うな、こっちかな。これだ、資源の調査。違うか。工事直径度の数だ。鉱物抽出装置。この人じゃないか。これだよな。分析レンズ用のアップグレードモジュール、スキャン回路、地質学的分析をリアルタイムで行う機能を追加する。これだったと思ったんだよな。こっちにマーカーが出ている。なんて？オイビーガス含まれ、これらのモジュールを適切な場所に設置すれば電力や資源を無限に埋め出せるようになるのだ。電磁気発生器、鉱物抽出装置。まずはこの無限に抽出して無限に金を生み出す打ち出の小槌を作るのだ。どれだ？どれだっけ？これだ、これな。電磁気発、これはゲットしてるから。しかも作りやすい。金属プレートとジカペライトで、配線でつなげるだろう。電力で、これだ、鉱物抽出装置。自動化された鉱物収集機、調査アップグレードした分析レンズで場所の特定が可能。鉱物の抽出レートと量は場所によって異なるよ。
これも金属プレートと有色金属だから作りやすい。ゲット。んで、あと俺いくつ持ってる？回収データ。あ、いけんじゃない全部。これ何？自動化されたガス収集機、調査アップグレードした分析レンズで場所の特定が可能。これもな。使用には電力が必要になる。だからこれとこれを組み合わせると無限にな。パイプラインでサイロと接続することでより便利な場所での収集が可能になる。供給タンク、供給グリッドに接続する。供給グリッド、さまざまな鉱物とガス抽出装置を自動的に貯蔵し、より多くの容量とより効果的な稼働を実現する。抽出場所から遠く離れていても問題ない。フレキシブルで強度の高いパイプ、高圧力の内部環境に耐えることができるよ。ペレード人、これな、全然簡単に作れるじゃん、簡単に作れるじゃん、この辺な。ほうほうほう。これとこれとこれを組み合わせて無限に資源がゲットできるわけだろ。よし、全部いただこう、全部いただこう。序盤で大金持ちになったるぜ。序盤でな。壁スイッチ、あと何個ある？ 7 個。なんか足りないものないか。これプラントとかは後でいいよ。これは壁系だな。壁系、これ何？大きなくさび、何に使うんです？小さなくさび、パイプ、これ必要？ピラミッド、これもあんまり必要そうな。ほんと、在庫アイテム用の広々やったし追加倉庫があるけど、大事なものをしまっておけるんだな、これな。豪華高回収データ。これも家だろうな。これは？部屋。ライトボックス。いや、これだ、あれだな。これだろう。貯蔵コンテナだろう。在庫アイテムの4、広げる、追加倉庫。5個払うと、これ何個だろうな、何個貯蔵できんだろう。まあ、いいか、買っとく。いただきました。あと2しかないから、もうダメだ。で、分析レンズが必要なはずなんだ。分析レンズ、泳ぎは。でもまだここで何しなきゃいけないの、ここで。マーカーがまだここについてんだな。調査で、マルチツールの分析レンズをアップグレード。よっ。これのことじゃないのかな？マルチツールの、アップグレードを研究。ほぼこれだよな。分析レンズ用のアップグレードモジュール、地質学的分析をするだもんな。この電磁共鳴装置っていうのが気になるな。3つ必要だしな。配線も2つ必要だし。
とりあえず610ナノマシンあるから、これなんだろう、いっとくか。 OK、 もうちょっとな、電磁共鳴装置を作成する。これで、マルチツールの中にこれな、これ何、調査モードにするとかくれた、これだな。よし、これはある。2つ、これらの問題は電磁共鳴装置って見たことないんだよな。調査デバイスのインストール、宇宙ステーションに行くしかないか。ここはなんか販売してないんだよな、確かな。販売してほしいんだな。ギャギャ、これで、配線は変えるでしょ。電磁共鳴装置だよな、問題は。電磁共鳴装置とは作れたりするか、もしかしたら。電磁共鳴装置、見当たらない、見当たらない。行くしかねえか、宇宙ステーションに。なんでこんな遠いとこに止めさせられたんだろう、誰もいねえのに。なんかボール浮いてますよ、ボール。アイテムないかなアイテムないかな。はい、まずは宇宙ステーションに行って配線をゲットする。どこだ、宇宙ステーション、どこだ、こっち。あれあれ、あれ、どこだ、あった、そこな。配線と、配線は確実に手に入る。あとまだ月に行ってないから月に行ってみようか。月に行って電気と金を見つければ無限に金がゲットできるようになるわけでしょ。でこのゲームプレイ時間が残り時間とかじゃないから、多分放置してるだけですげえゲットできるんだと思うんだよな。はい、登場。
トトン。はいはいはい。配線が2個だったかな。あれ全然金持ってねえじゃん。29,000だったわ。違う違う、あれだ、変なキューブ集めてきたろ。あれ売っ払おう。売却するで、これな、146,000円。はい、これで146,000円ゲットだろ。あとな、これも売っちゃうか。1万か。いいか。全然、アノマリーの人に、もらってもらえなかった。にわかつ、コブはダメ。売っとくか、冷凍。サビと金属ももう、この定期的に売っちゃおう。コバルト、19,000。安いな、マローバルブ。マイクロプロセッサーは何かで使うだろうな。いや、一旦これで、あ、ちょっと。待って、そうだ。何個か本当に見なきゃな。これな。2個。電磁共鳴装置ってなんだろうな。配線2個。もうギリギリを攻めてくんな、値段。これで、ここな。ここは行った。これだよな。スペーサーのあまりの合成ラボでレシピを入手する。レシピを入手しないとダメなのか。そんなシステム初めて聞いたけどな。どうするんだよ。なんかいっぱい人が来てる。この飛行船いくらです？金を大量に手に入れたらちょっと金の暴力で買っちゃおうと思うんで、いくらぐらいですかね。生命体の宇宙船を購入する。価格交渉580万か。安いぜ。金をいっぱい取ってくるからな。これだな。4かコバルトから生成器。配線はもう買ったんだ。量子コンピューターはもうインストール済みなんだ。コバルトは結構集めたぜ。ジカフェライトとイワンカコバルトから
アノマリーなんか呼べるって書いてあったな。呼ぶってどういうこと？あれだ？あれを。本当に？本当にスペースアノマリーを呼び出す。こっち来たわ。向こうから来てくれんだ。合成ショップで、もう、一回で全部済まさせてほしいわ。合成ラボとはどこですか？ちょっと案内して、案内。何もしない。合成ラボってどこだろうな。ちょっと待って。こっちから行けないんだよ。道じゃねえな。はい、ここかな。合成ラボ、なんかラボっぽいの奥かなとは思ってるかな。合成ラボって名前なのかな。リサーチ。ここは？あ、これだ。これだ。あ、ギリギリじゃん。ギリギリじゃん。290あったから、これな。電磁共鳴装置。ゲットします。オッケー。でゲットしたら、これが作れるようになったと。エクソスーツでな。だろ？そういうことじゃないのか。あ、これな。イオン化コバルト。で、コバルトを、あれだ。あれだろ。コバルトを、変なちっちゃい機械に入れてイオン化コバルトにするんか。いや、これはもう基地に戻る。いや、基地に戻ってダメだな。成形が違うんだった。成形が違うんだったわ。持ってんのか、そもそも。ここで作れない。よし、もうそれだったら月に行っちゃおう。月に行ってもろもろ作って金持ちになろう。はい、月どこかな。月、おお、これ何、これ何、これ何ですか。銀だ。ぶつかる。こんだけ取って19とか。あれ、あそこだ。いい。確かここなんだよ、金がある場所って。ちょ。これな。金銀銅。OK。
その成形で金が取れる星。月ってちっちゃいのかな。多分緑とかはないんだろうな。そうすると大気がある。大気がありますか。エネルギーを秘めた弾が、え、これは何、なんか浮いてますけど、いる。これは怪しい星だな。なんか浮いてますよ。浮いてるよねこれ完全に。おとととと、めっちゃ怪しい星じゃんここ。ほら、変な物質、テトラポッド的な、どこに降りればいいんですこれ。でもイガイガがで、ど、あいた。イガイガがいっぱいあるんですけど。でも生物はいなさそうだよな。イガイガがあるぐらいで。ここ比較的意外分は少ない。ここに降り立つか。降り立とう。到着。石灰化した月。さて問題はここが過酷な星かどうかだな。おや、過酷ではない。過酷ではなさそうだ。これはよし、まずな、これだな、ポータブルをここに置いて、でコバルト突っ込めばいいんだろ。コバルトを突っ込む、持ってるんだコバルトを。で炭素も突っ込む。濃縮炭素、濃縮炭素、どっち入れよう、どっち入れよう。炭素入れるか。何個必要なんだっけな。全部変えると後でまた足りないってことになるから、いいか、全部やっちゃおう。全部やっちゃえ。始める。おお、でもな、調べてた全部な。フリーダイト、これはわからない。これ何になるんです。フェライト人、いやでもなんかこの星、色的にはいいよね。なんか浮いてますけど、あれ、あ、生き物なのこれ。生き物なんですね。で、こんな動鉱脈、あれちょっと金とかは、いいね。生物いないし、ここに危
基地作るか、またな。ゆるが02な。おお、これは基本このこれはこれなんかでもさ光ってんだよね。壊せるんだ。はい、ピュアフィライト取れた。わ、歩ってる。敵対しなければいいけどな。あれが生き物だっていう感覚がないわ。はい、いただきます。でこれでエクソスーツの中でこれが作れると。これ3つ必要だと。1、2。え、何が足んないの。ジカフェライトが足りない。ジカフェライト、ジカフェライト、4か国、ジカフェライトと、フェライト人から、パラフィン。フェライト人からは何が作れるんだっけ？ピュアフェライトね。だからピュアフェライトから、これな。ピュア、おぉ、666!666 666あるからな。これはさすがに作りすぎだろ。何個かまた見なかったわ。見とくか、一応な。夜になってきた。夜になってきたよ。これな。40、あと80必要なだけか。よいしょ。夜になってきた。80、まあ、100ぐらい作っとくか。じゃあ。いい？オッケー。うわ、なんだ。そうか、ここ月だから、あっちが母星みたいな扱いなのかな。うわ、夜な、なんだこれ。うわーってなってるのか。調べよう調べよう。周りはな。これも生き物、これも生き物。え、不思議な鉱脈。星3つついてますけど。ちょっと200歩ぐらいだからちょっと見に行くか。でもここ浮島だったな。え、おお、お、調べとく。いろいろ調べとくと後でナノマシンもらえるから。これ140。おや、下か。どうやって下に行くんです。飛ばなきゃいけないんです。はお、お、新しいか、これ。新しくない。できたかな？オッケーオッケー。いただき。んで、これを、今1個だな。2個、3個、できたろ。これでマルチツールに、これな。はい、インストールしましたよ。スペースアノマリを調べて、あ、違う。
無理、スペースアノマリーミッション。資源の調査、これな。電力のスポットを探す。分析レンズを起動した状態で、左押しをすると調査モードになりますよと。地形を分析して、ホットスポットを発見する。ホットスポットの中、中心に照準を合わせると、ホットスポットの分析と追跡ができるようになる。分析が終わると、四角でホットスポットマーカーをブックマークできるよ。こうすんじゃん？で、左で、あ、なるほど、なるほど。ガス、鉱物、エネルギー。エネルギーかな？エネルギー。なしって言われた。なしって言われたけど。え？鉱物は近くにあるんだな。こっちってことでしょ？ん？だよね。これあれか。そうやって誘導されると下に落ちちゃうやつか。明らかに落ちそうだもんな。近いか？近いか？落ちちゃうけど。落ちちゃうけど。あれなんだ？あれなんだ？ガスって何なんだろうね。ガスはない。とりあえず電力を探すか。あれ何？人工物っぽくない？せっかくこの開けたところに来た。あ、ちょっと未確認がいっぱいあって。未確認がいっぱいあったけど。何これ？赤いけど？あ、赤いけど、これは？攻撃したらまずい系？何にも反応しない系だった。とりあえずポータブルは回収したい。はい、回収。がない。これでもさ、飛びながらどうやって見つけんだろうね。うん、燃料が1個しかない。ちょっと生成しとくか。テクノロジーをリチャージしました。あの人工物のところにちょっと行ってみるか。人工物だねこれ。ああ、人工、おお、なになになに、いてぶつけられたんだけど、誰かんちに来たわ。誰かんちに来たわ。違う、廃墟だ。廃墟、これはヤバい卵があるじゃん。失礼します。ヤバい卵ですか。ちょっと失礼しますよ。これな。お、なに、なに、なんかくれんの、なんかくれんのか。赤い目。遠い昔、自動救難信号が発信されたが、応答がなかったようだ。もし暗号のパターンを解読できれば、座標を割り出せるかもしれないよ。126、うん、224。126241020。はあはあはあ、あ、30の144の5倍か。144の5倍。620合ってる？
144の720か。720。なんか発見した。ナンパ船。ナンパ船をなんか見つけたけど、まあいいか。一旦ぐるーっと見て、ぐるーっと見て、あ、これ何これ。やった、金くれた。泥棒がいますよ、ここに。お金盗んでる人がいますよ、ここに。まあ、使うやつがいねえからな、もう。しょうがねえ、しょうがねえ。しょうがねえ、しょうがねえ。卵攻撃したいけどな。奴らがまた出てくるんだろう、どうせ。あー、アイテムある、アイテム。ポチッとな。いただいて。電池もらった。あとはないか。セーブ。はいはいはい。アナゴマシン10もらった。これさ、ここに乗りながら卵攻撃したら無敵じゃないかな。無敵じゃない。おい、来た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 。おら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 、なんか撃ってくんじゃん、なんか撃ってくんじゃん。いてしたかというと、これなんだよな。生物を間引くの数に入ってんのかな。ほらほらほら、8体倒したことになってるわ。な、安全な星の生物を殺すのはちょっといたたまれるから、こういうとこのやつをやってきちゃえば金稼げるだろう。ただ一回チャージして、チャージして、
こな。ほい、来た来た来た。いでで、いでででで、なんかあんまダメージ受けないね。で、トン、こう、トン、はい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 、トン、よっしゃよっしゃ。ミッションクリアだろ。トン、どこだ、あとはまた来た。 OK、 でででよしよしよし、あとはいなくなった。 OK、 これでミッションはクリアしたので、今度宇宙ステーションに行くときに換金します。で、電力を探してるのかな。ないんだな、ないんだな。乗ろう。でも さっき座標を手に入れたんだけどな、この星の座標かな。座標とは、座標あれか、救難ビーコン。微妙な距離だな、これな。外に、宇宙に行ってから入った方がいいのかな。やっぱり宇宙行く感じゃん。ちょっとな。弾道ミサイルになった気分だわ。救難ビーコンとは、また宇宙人が困ってるのか、助けてあげようかな。いや、いねえな宇宙人。とりあえずナノマシンゲット、ゲットする。この辺でアイテムゲットする。よし。これは？これが急なビーコンか。豪勢な内装からパイロットがその種族の中でも裕福な一族の出身だったことが伺える。航行中に死亡した原因は分かる。あ、死亡してるのね。船はそこそこの積み荷を運んでいそうだ。その亡骸は中身が危険だと言わんばかりのマークがついた大きな箱に覆いかぶさっていた。周囲に奇妙な黒い霧が立ち込めている。危ねえよ。箱を回収できるものを探す。案の定、船には高価な品物が大量に積まれていた。マジで。開けたらどうなってたんです開けたらどうなってたんですこれ。もう開ける選択肢はないのか。これは？またこれか。でも C クラスだからいらねえよな。
これわざわざ修理して使う、あ、これ S ランクだけど。いらん、立ち去る。新車買うから、新車買うから、俺は。これ全部取ったよな。違う、そうだ、思い出した。永遠に電気ないんだが。電気がないんだが。電気がないんだな。これでもこれだけなのか。選択肢は誤ったかな。黒い霧が出てても開ければよかったか。待てよ、どこに行けないのかな。とりあえず電気を探さないといけないのかな。おっと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 、何？敵のスキャンとは何だ。どういうことだ。敵がいいの、ここ、この星に。ぶつかった、ぶつかった。マジかよ、逃げろ。やべ、逃げろ。どこです。シールドついてんじゃない。ちょっと初期装備なんです、うち。うち初期装備なんですよ。めっちゃ撃たれてる。海賊がいるってことは、ステーションみたいなのがどこか、ステーションというか基地がどこかにあるのかな。そう、ひどい目にあったぜ。ここはちょっとな。これは降りて調べて、あ、ちょっとこれ金じゃない、金じゃないか、違うか、なんだこれ。ダクリック、ソジウム畑か、いっぱい取っとくか。何あれ、骨か星、ほっか星。はいはい、いっぱい、こんなもんいくらあってもええからね。よいしょ、はいはいはい、一応な。でおお、あったじゃん。え、ちょっと待って、その前にね、あれが気になるんだわ。
なんか回収した。え？なんか回収したけど。他にない？あ、ちゃちゃ、そうだ。電力を探してたんだったわ。こっち？こっちの方。歩いていくか。歩いていくしかないのか。こっち。こっちの方では合ってるみたいではある。ヨフェライト取っとくか。お、近い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 。電気あるんかこの辺に。地面から電気が出るってどういう理屈かは分からんな。お、くる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 。おー、くるか、くるか。ないないない、早く。なんかいますけど、なんかいますけど、あそこに。転がってるのいますけど。もうちょいこっち？こっち。お、ど。ちょっと邪魔そうだから壊しとくか。はい。なんか左に出てて電磁気力 C 潜在的な C はどういうこと？浮いてんのなんだろう、ピンクのなんだろう。何現れた、現れたんだけど。とりあえずここに電気があるということ。ここな、これな。ただ鉱物がないんだな。電気の近くに鉱物がないと金が掘れないわけ。逆か、金を探してから電気を探さないといけないか。ないかな。近くに金があるといいんだけどな。ない。生きてるようにしか見えないんだな、これ。ない。
金を探してから電気を探さないといかんか。なんか転がってるの、転がってるのがいますよ。結構ほとんどもう調べ尽くしてんのか。あそこは、あそこはどう？やっぱ金はなかなか見、あ、銀、金！これの近くに行けばゲットできるのかな。レンズの使用時、うん、おっ、ガス雲？とりあえず金。金鉱脈あったぜ。これで。むむ。このスポットと金鉱脈は関係ないのか。関係ないの。関係ないの。とりあえず金全部よこせや。え？何を？今金を無駄にしたってこと今。そしたら。ここに置いて。はい、金金金金金金。ただそういうことじゃないんだな、きっと。あ、うん、反応してない。あいつ転がってるけど、この星ではあれが動物なんだな。なんだろう、稀に発生するグリッチで、機能障害を発生した惑星から回収できる居住可能基地で保管しても問題ないように安定化されている。なんだろうね。これ8万5000円するわ。まあいいか、これ後で使おう。違うエクソスーツの方だったわ。エクソスーツの方で金な。これ何なんだろう。有効活用できなかったわ。なんか捨てないとな。これかな。捨てよう、これ処分しよう。で、これがなんか、割れたわ。で、これ回収するじゃん？これで？金鉱脈。ああ、順番が金鉱脈を探して、その近くに電力があるところをこの星の上で探さないといけないんだな。分かった。船を呼ぼう。船来てください、ここに。ということで今日はここまでです。
ここまでですね。はい、乗って降りて乗って、次回はここで金鉱脈を探します。金持ちになるために。はい、今日はここまでですな、ね。